アッシジのキアラあるいは、アッシジのクララは、イタリアの聖人。ローマカトリック、聖公会、ルーテル教会で崇敬される。英語名のクレア、または、クララの名前でも知られているが、ここでは、出生地主義に従い、キアラとする。聖フランチェスコに最初に帰依した者の,の一人。フランチェスコ会の女子修道会クララ会創始者。メア、眼病の守護聖人。 象徴とする、生体剣時代、生体容器箱、ランプを持つ姿で描かれる。祝日は8月11日。キアラは、サッソロッソ博ファボリーノの娘として、アッシジで生まれた。母、オルトラーナは、非常に敬虔な女性で、ローマ、サンティアゴでコンポステーラ、聖地へ巡礼したという。オルトラーナは後に、娘、キアラの修道院へ入った。 1210年、キアラは、アッシジの路上で、フランチェスコの説教を耳にした。彼は、ローマ教皇インノケンティウス3世に新たに認可された、宅発修道会について話していた。彼の言葉に、キアラは心を動かされた。1212 12年3月20日、キアラの両親は娘を裕福な男に嫁がせることに、したため、キアラは家を飛び出し、 聖フランチェスコの指導を仰ぎ、修道生活に入った。キアラは、修道所のために建てたサンダミアーノ教会に住んだ。製品、定説、従順の誓いを受け入れた証として髪を短く切り、粗末なチュニックを着た。はじめは、ベネディクト会派の女子修道院さんパオロデッレアバデッセ、近くに滞在したが、その後、モンテスバシオにある、サンタンジェロイン。 パンツァの信仰共同体に入った。妹のアグネスは、両親の元を離れ、キアラに従い、サンタンジェロへついてきた。後、キアラとアグネスは、サンダミアーノへ移り、製品の女性修道会を創立した。フランチェスコ会が国中を説教して回るのと異なり、聖キアラの修道女たちは、過去一の中に暮らした。当時の女性にとって、 各地を転々とする生活は世間に厳しく見られたからだった。彼女たちの生活は祈りと労働を日課としていた。修道会がフランチェスコ自身によって指揮された後の1216年、キアラはサンダミアーノ教会の修道所規則を受け入れた。これは共同体の先頭に立つ聖職者の規則に従う修道院長の称号よりもはるかに自治性があった。 修道所として、彼女は、フランチェスコ界の厳しい制約よりさらに、聖ベネディクト海則に密接に似ている制約を負わす、好意聖職者の試みから、自分の天霊を守った。キアラは、精神的な父とも仰ぐフランチェスコの助けと励ましを、受け、注目を集める役割を演じた。キアラは1226年に、フランチェスコが亡くなるまで、病に伏した彼の世話をした。 フランチェスコの死後、キアラは、修道会の成長を奨励し続けた。ヨーロッパ各地の修道所に手紙を書き、彼女が原型を作った、製品団体を、求心的傾向にあるとして、骨抜きにする試みにどんな時も反対した。キアラは亡くなるまで長く体調が優れなかったにも、かかわらず、このことを推し進めたのである。キアラは、聖フランチェスコへの忠誠で知られ、 時々、もう一人のフランチェスコと呼ばれた。1253年8月9日、インノケンティウス4世の教書ソレット・アンヌレが、キアラ改則を承認した。2日後の8月11日、キアラは59歳で死んだ。1255年8月15日、アレクサンデル4世はキアラを、アシシジの聖キアラとして劣勢した。1263年、ウルバヌス4世は、 製品の女性修道会の名を公式にセイクララ会に変更した。サンタキアラ制度をアッシジ1958年2月17日、ピウス12世はキアラをテレビの守護聖人とした。これは病をしてミサに出席できないキアラが奇跡を起こし自分の部屋の壁からミサを見、説話を聞いたという逸話に基づく。芸術作品ではキアラは 生体剣時代や生体容器箱を抱えている。これは壁越しに秘跡が掲げられたことによって彼女の修道院の門前にいた襲撃者たちを交わした逸話を記念している。北アメリカ大陸のセントクレアことセントクレア川は1679年8月12日の彼女の祝日にちなんで名付けられた。1970年から教会歴でキアラの祝日は 彼女の亡くなった8月11日にされた。彼女の遺体はもはや腐敗しないとされ、骨格は完全な状態に保存され、圧死時で教会内に公開されている。ありがとうございます。